私はきっと生涯忘れることはないでしょう。私に自由をくれた青の翼のことを。たとえその自由が束の間のものだったとしても。こちら GV、フェザーへ。任務完了しました。お疲れ様、GV。ねえ、GV？ 結局のところ、あなたが受ける依頼って、ほとんどうちからのものなんだし。また、フェザーに帰ってくる気はないの？フェザーからの依頼は身入りがいいから受けているだけですよ。あの時アシモフが言った通りです。フェザーにシアンの居場所はない。彼女には家族が必要だと思うんです。僕にとってのアシモフやモニカさんたちがそうだったみたいに。だから今は彼女についていてあげたいと思います。はあ、分かったわ。ごちそうさま。シアンちゃんによろしくね。ごちそうさまって、別にそういうわけじゃ。さて、家に戻ったけど、まずはシアンに挨拶かな。おかえりなさい、GV。お仕事お疲れ様。本当は私も何かできたらいいんだけど。シアンは十分に僕の力になってくれているさ。
こうやって君と話をしてからミッションに行くと。ミッションで倒れた時にモルフォの歌が聞こえてくることがある。そんな時は僕はもう一度立ち上がって戦うことができるんだ。 GV、 私たちはいつも GV のことを思っているから、それがあなたに伝わっているのかもね。モルフは引っ込んでて。はいはい、じゃあまたね GV。 そうだ GV、 セーブまだしてないでしょ。このゲームはオートセーブじゃないから、こまめにセーブしなきゃダメだよ。了解、セーブはメニューを開いて行う。また私と話したくなったらメニューからトークルームを選んでね。